はい、どうもオケラキロスチャンネルのオケラキロスでございます。いや、もうめちゃくちゃ最近暑くないですか？もうなんか近くにソドムがいるんじゃないかっていうぐらいね、もう暑いんだけど、いやー、そんなね、暑さもね、頑張って乗り切っていきましょうということで、今回は2013年7月発売ウルトラチェンジシリーズウルトラマンギガ、こちらを紹介していきたいと思います。こちらはですね、いわゆるボーイズトイアクションフィギュアでして、ツイッターの方でね、ウルトラチェンジシリーズのレビューが見たいということでね、今回ね、レビューしてみたいなと思います。で、当時価格がね、3300円ということで、かなり安いですよね。あ、でもそっか、今のウルトラアクションフィギュア2000円だから、それに比べると1000円ぐらい高いのか。まあなんですけれどもね、ウルトラチェンジシリーズはですね、チェンジっていうだけあってですね、いろんなギミックを兼ね備えているんですよね。ということでですね、その辺も踏まえながら見ていきましょう。ちなみにですね、箱は持ってるんだけど、タンスの中にもうしまい込んじゃってね、出すことが困難なんですよ。ということで、残念ながら今回はね、箱の紹介はなしで、本体だけで見ていきたいと思います。全高がですね、17センチぐらいのサイズで、現在発売されているボーイズトアクションフィギュアは、ウルトラアクションフィギュアと比べますと、同じサイズ感でですね、シリーズは違うんだけれども、こうね、並べて遊ぶことができますね。で、まあウルトラアクションフィギュアの方がね、2000円ということで安いんですけれども、ウルトラアクションフィギュアにはね、腰稼働がないんですよね。ですけど、ウルトラチェンジシリーズはね、腰稼働があるということで、このポージングとかもね、すごくつけやすいですね。ウルトラアクションフィギュアは首をこう上に向けることができないんだけども、ウルトラチェンジシリーズは首も上に向けられますね。まあ、そういう稼働面では、多少ウルトラチェンジシリーズの方が勝ってるかなといった印象があります。まあ、ただですね、2013年発売ということなんで、すごくウルトラチェンジシリーズに関しては、ちょっと稼働がね、緩い部分があって、足首の接地性とかがちょっと悪いですね。それに比べてウルトラアクションフィギュアはかなりこうガチッと立ってくれるので、その辺の遊びやすさっていうのはありますね。それでは本体を詳しく見ていきましょう。銀河特有の水色のクリスタルがね、しっかりと塗装で再現しておりまして、シルバー塗装も綺麗ですね。全体の赤みっていうのはちゃんとした赤というよりかは朱色っぽい感じで、薄い赤だなっていう印象を受けますね。はい、そしてお顔なんですけれども、顔のね、出来はね、かなりね、いいような気がして、ウルトラアクトもね、大体同じぐらいの時期に発売したんですけれども、ウルトラアクトよりも、まあ、顔のね、出来っていうのはね、良かったんじゃないかなと個人的には思います。お腹の部分が少し模様がね、違っていてですね、ソフビ人形のウルトラマンギンガと比べると、この胴体のこの模様がですね、ウルトラマンギンガはね、こんな感じの模様なんだけども、ウルトラチェンジシリーズだと、ちょっとこう模様がね、変わってくるんですよね。これは、ギミックの一つである、ウルトラマンギンガストリウムへの乾燥のため、ウルトラマンギンガ状態だと模様がね、違ってくるという弱点がありますね。まあ、ただね、その辺をね、気にしなければ、かなりかっこいいフィギュアなので、すごくね、遊べますよ。右腕にはですね、このような突起物がついてまして、ウルトラマンビクトリー付属の、ウルトランス、これをですね、ウルトラマンギンガにも付けられる関係で、このような突起物が出てます。背面はですね、塗装がなくてネジ止めとかがされてますね。太ももも少しシルバーが似てありますね。後ろ側はかなり簡素な作りになってます。それではですね、ポーズをいくつか撮らせてみましょう。はい、まずはウルトラマンギンガのファイティングポーズ、ショーラーというね、ポーズですね。そしてパンチポーズ、ウルトラ怪獣デラックスのね、タイラントと並べてみたんですけれども、このタイラントは大体ね、17センチぐらいのサイズなので、ウルトラチェンジシリーズとね、ちょうどこう抜群にサイズ感があるんですよね。こうタイラントとかね、少し、大きい感じもね、劇中再現っぽくて、かっこよく再現されますね。蹴り技も難なく決まるので、かっこいい写真が撮れそうですね。はい、そして、右腕のクリスタルを外しまして、付属の剣をくっつけて、銀河セイバーの再現ができます。クリスタルはね、白には変わってないんだけれども、まあ、こんな感じでね、銀河セイバーの遊びもできますね。銀河セイバーはグレーの成型色で再現されていまして、こんな感じでアクションをつけてあげればめちゃくちゃかっこいいんですよ。銀河セイバーを掲げて膝立ちさせてあげれば、ウルトラマン銀河のキングパンドン戦も再現することができますね。続きましての武器がこちら、銀河スパークランスでございます。こ
ちらはですね、ウルトラマン銀河の最終回やウルトラマン銀河 S でも使用していましたが、こちらもですね、グレーの成型色で再現されてまして、歯の部分がメタリックブルーとイエローで塗装されてます。軟質パーツなので折れる心配がないですし、手首交換の必要がなく、アクションフィギュア特有の2本指可動、こちらをね、駆使して銀河スパークランスを持たせることができます。結構ね、しっかりと持つことができますので、片手持ちもいけますし、長さがあるので両手持ちで構えることもできます。すごくね、決まりますよね。銀河スパークランスはね、ウルトラマン銀河の最終回でしか使わなかったので、どちらかというとね、ウルトラマン銀河 S の印象が強いと思うんですけれども、銀河 S ではね、結構な頻度で使ってたので、こうやってね、遊べるっていうのはね、すごく嬉しいですよね。濃い。あとやっぱり塗塗装じゃなくて、ちゃんとね、刃先だけでも塗装されてるっていうのが相当ね、大きいですね。これだけでめちゃくちゃかっこよくて見えます。ウルトラ怪獣デラックス、ビクトルギエルと並べるとこんな感じで、かなり映えますよね。これで1枚ね、写真撮れちゃうし、すごく決まります。どうですか？ウルトラマン銀河 S の世界観が蘇ってきますよね。ブブブブブブブ。かっこいい。そしてお次がメインギミック、ウルトラマン銀河ストリームへと変身させてみましょう。まずはですね、ウルトラマン銀河のパーツを一部取り外します。左腕クリスタル、肩パーツ、体、頭パーツを外しますと、ミールも無残がね、貧相の姿になってしまうのですが、ここからですね、付属のパーツをつけていきます。今こそ一つになるとき、銀河ストリームということで、ウルトラマン銀河ストリーム完成いたしました。どうでしょうか、パーツの付け替えでですね、先ほどまでウルトラマン銀河だったんですけれども、ウルトラマン銀河ストリームへとパワーアップいたしました。どうですか、すごくないですか。これがね、3300円で手に入ったって、今考えると相当プレイバリュー高いですよね。ウルトラマン銀河ストリーム特有のこのね、プロテクターや頭のね、点々、こういうところまでしっかりと再現されていて、肩パーツもね、ちゃんとしっかりと変わってます。そして、左腕にはストリームブレスもね、ちゃんとつけていて、しっかりとチェンジしてます。どうですか？かっこいい。今ではね、ウルトラマン銀河ストリームの姿っていうのはテレビで見れないんですけれども、まあね、ヒーローショーとかでやっぱ出てくると、銀河ストリーム出てくるとね、すごく興奮しますよね。はい、ポージングをつけてみるとこんな感じで、ウルトラマン太郎のようなね、このようなポーズもつけることができます。かっこよく決まりますね。そしてですね、まあ基本的なその可動っていうのは全く変わらないので、このね、銀河スパークランスを先ほどみたいに持たせることもできますし、銀河セイバーをつけることもできますし、いろんなね、遊びの幅が広がりますね。エースの力よ、メタリウム光線みたいな感じでね、まあこういう遊びもできますね。ボイストイなんで、まあ、ちゃんとね、腕と手をね、くっつけることっていうのはできないんだけれども、まあそれっぽい感じのことはね、できますね。かっこいい。やっぱ銀河ストリームがかっこいい。はい、ということで今回はウルトラチェンジシリーズウルトラマン銀河ストリーム、こちらをご紹介いたしました。当時価格はね、3300円ということだったんですけれども、ここまでのね、ギミックの多さですごくプレイバリューが高いなと改めて実感しましたね。銀河ストリーム状態でね、銀河スパークランスを持たせるとやっぱりこれがかっこいい。先ほども言いましたけれども、やっぱもうね、劇中ではもうね、登場しなくなってしまったフォームなので、この銀河ストリームがね、いや、こうやってね、フィギュアで楽しめるっていうのがね、すごくいいですよね。で、10月にですね、いよいよ SH フィギュア2ウルトラマン銀河がね、発売するということでですね、そのね、SH フィギュア2ウルトラマン銀河にもなんと、この銀河スパークランスがね、付属するみたいで、またこんな感じでね、楽しく遊べそうですね。ウルトラアクトだとね、17センチサイズで、今の SH フィギュア2とかだとね、でかいんですよ。ということで、このウルトラチェンジシリーズをですね、実はフィギュア2の棚のところにね、飾っていったりしてね、ニュージェネレーションをいち早くこうね、並べてたりはしたんですけれども、いよいよですね、このウルトラチェンジシリーズのところを SH フィギュア2にね、取り替えられるということで、すごく楽しみですね。見た感じだとね、すごく SH フィギュア2ウルトラマン銀河、顔の出来とかも良さそうなので、かなり期待できるんじゃないかなと思いますね。またね、到着いたしましたら、このウルトラチェンジシリーズとね、また比較とかもやってみたいなと思いますので、ぜひご覧ください。ということで以上、ジャルのお届けでございました。次回はですね、ウルトラチェンジシリーズのウルトラマン銀河の相棒であります、ウルトラマンビクトリー。こちらをですね、ご紹介したいなと思っているので、ぜひそちらもご覧ください。ということで以上、ジャルのお届けでございました。それでは、バイバーイ。